こんにちは、カパパです。ここはですね、都民の森の駐車場です。ということで今日は水戸山に登ります。というわけでございまして、久しぶりに奥多摩に来ました。水戸山はね、初めてなんで、初心者向けのね、簡単なコースを歩きます。歩くコースはね、だいたいこんな感じです。駐車場をスタート、西口峠まで登ります。そこから続いて尾根伝いに水戸山山頂、下山はね、虫狩峠まで下って水戸大滝に立ち寄って、でウッドチップの小道を歩いて駐車場へ戻ります。行ってきます。これね、よくあのヤマップで見る看板だよね。こんなでけんだうわ、でか。身長165センチのカウママがこんなちっちゃく見えます。やっぱさ、東京の山ってのはすごいね。栃木の田舎の山と違って舗装されてるよ。奥多摩の方来んのね、もう何年ぶりだろうね。しばらく来てないね。前来たのはね、御嶽山、あれ奥多摩じゃねえか。御嶽山以来か。朝7時半ぐらいですけど、すごく空気がね、澄んでちょっと冷たくて気持ちいいです。トンネルがあるんだ。このトンネルね、結構長いな。50メーターぐらいあるか。あへえ。あの、山登りでトンネルの中入ったっていうのは、あの昔あの厳冬期の2月にね、上高地区のにあの釜トンネル中歩いたことあるけど、あそこも結構斜めってんですけど、ここも結構シャドウあるね。これあ、出た。はい、西口峠行くんだから左ですね。おお、こっちだ。すごい舗装路だよ。さすがだな。都会の山は違うね。都会の山は違うよ。もう舗装路なんてね、栃木県にはね3本ぐらいしかないですからね国道4号線とあと日光街道とね、あと水戸街道ぐらいしか栃木県はの舗装されてないんで、他はみんな砂利道ですから。東京はすごいな。これは何だろう。ああ、ここも休憩小屋ですね。避難小屋か。ここ上行けるみたいだけど、こっちからは登れないですね。こうなってんのね。あ、うわへえ。ちょっとミシミシ言って怖いんだけど。はい、ここがさっきのとこね。お、なんとなくさ、普通の登山道になってきちゃったね。まあ、ここら辺まで来るともう栃木と変わんねえな、これ。むしろ登山道のレベルじゃ栃木の方が勝ってっかもしんねえな田舎になればなるほど栃木は渋みが増すからね。お、
大きい山小屋。あ、これもなんか見たな、見晴らし小屋、これか。ああ。へえ。こうなってんのね。あれ。へえ。ああ、なんとなくね、昔のあの、尾瀬の、ぬしりの小屋みたいな作りだな。ええ、ちょっと見てみよう。なるほど。山頂に向かいましょう。ほら、ここから降りてくんだね。一回降りるんだ。これだいぶ降りるよ。うん。あそこがさ、あの上が見晴らし小屋からだいぶ降りてくると思ったら、この下の方に降りずに、ちゃんとこれ暗部を通るだけなんで、標高で言うと2、30メーター降りたぐらいかな。大したことなかったです。はい、三島山山頂。まあ、ここも一応尾根道なんで、この尾根道自体にね、またちょっと登り返す感じですね。いや、やっとね、登山らしくなってきたよ、正直言って。あ、おー、天国ロード。天国ロードショートでした。さあ、頑張っていきましょう。ここは、ミニ天国平じゃない、ここ。あ、ここがね、ブナ林、ブナ林。あ、そうだね、ブナだね。うん。ブナ林があるんだ。すごいね、東京ブナ林が残ってるんだね。へえ。ああ、ここはいいですね。歩きやすい。空気もいいわ。気持ちいいね。ほんと気持ちいいね、ここ。へえ。いやー、まだまだね、頂上にはつかないんだけど、ウィニングランの予行演習やってみました。まあ、人呼んで天国ランね、天国ラン。ああ、違う。まだまだ。あ、ここ分岐。東方って書いてある。こっち山頂でしょ。おお。三島山のね、名前の由来で3つの峰があるってことなんですけど、そのうちの一つ、東方ですね、東の峰がこの先だということなんで、今登山道を登ってます。そんなここから遠くないと思うんだけど、どんな感じなんだろうね。なんか足場があるよ、これ。あ、展望台だ。ちょっと足場が怖いんですけど。あー、すごいすごい。
おお。おお。こうなっとるんけ。ああ。大岳。御前山。ああ。なるほど、なるほど。こうに見えるのね。おお。すごいね。水戸山さ、登り始めて。初めてこう、展望が開けたっていうか。こんな風になってんだ。はい。じゃあね、展望台後にして。あ、すぐ広場があった。あ、ここ山頂じゃないもしかしたら。お？お？あ、水戸山山頂です。わ、あっけなかった。着いたー。水戸山東峰、標高 1527.5 メーター。あ、これ三角点ありますね。まあ、水戸だからね、あと二つ頭があるんだろうけど。せっかくなんで、あと二つどこにあんだべ。どこにあんだべ。わかんねえな。ん、こっちもね、なんか、お、ケルンが。あ、ここも水戸山の標識ある。水戸山、あった、中央峰があったよ。タラタタタ。ここが最高峰です。はい、はい、改めて。あ、ここが水戸山の最高峰なんだ。あ、三角点があったとことは別で。ここが本当の山頂か。まあね、山のあるあるでね、本当の山頂がね、一番立派かっていうとそうじゃないからね。じゃあ、東方、中央方と来たんで、残りはなんだ。あっちになんかありそうな感じだけど。お、すごい。すごいよ、この山の上に。ベンチがあるよ。すごいな。西方はね、ここ降りてくんだって。ちょっと降りて離れたところにあるそうです。さっきね、山頂にいた方がね、教えてくれたんだけど、西方が一番なんか にぎやからしいですね。で、富士山も見えるらしいんですよ。ね。もう、いいね、そういうとこ。ちょっと休憩したいね。でもだいぶ降りるな、これ。お、登ってきたぞ。お、これは、立派な山頂ですね。西峰です。わぁ。すごい。あ、こうなってんのね。うおー、立派。うん。すごい。水戸山西峰、1524.5 メートル。こんな風になってます。富士山だ。あ、富士山見える。富士山の隣に密草原も見えるんだ。はい、西方のね、山頂はもうこう広くなってましてね、まあ、ベンチとか、まあ、テーブルも結構設置されてますね。ここいいね。9時56分食べ物ね、いっぱい買ってきたんですよ。山頂でなんか食べようと思って。ね、チリトマね。あとは、まあ、メロンパン。あとは、なんだ。コッペパン。
まあ山だからね、炭水化物多めなんだけど、まあ、残念なことね、全然腹減ってないんだよな。そうね。全くお腹空かない。全くお腹空かないね。まあ朝飯食ってさ、今10時だからさ、まあそういうのもあるんだけど、なんかね、山頂でねカップヌードル楽しみにしてたんだけど、まあいっか、降りてから食うか。はい、10時14分で行ってみましょう。さあこっちだね。はい、じゃあね、山頂後にして、半時計回りで戻ります。じゃあ、はい、すいません。あ、すいません。じゃあ、お、下りが結構急だなこれ。でもね、アルトラグリップすげえわ、これ。アルトラのオリンパス5。グリップ半端ないですね、これ。はい、今ね、階段下ってきましたけど、ちょっと開けましたね。あ、これが虫刈り？あ、そうだね。へぇ。虫刈り峠。はい、水戸大滝の方を経由していくんで、こっちですね。はい、行きましょう。30分か。この感じの30分だったら楽だな。うん。わあ、すごくね、ここいい。こうマイナス4がね、ははって飛んでるよ、これ。いいね。いやー、いい感じ。あ、鎌沢さん。あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい気持ちいい。気持ちいい？え、これなんだ？馬小屋？違うか。あ、これはすごいね。昭和のトイレだね。あ、ここ休憩所だ。あ、休憩所がありますね。これなんだろう。AED 設置だよ。はい、現在地は、あ、ここだね。うん。滝見橋。ちょっと見てきますか。滝見橋。おお、いい風が吹いてくんね。うわ、うわ、明るい。
吊り橋じゃん。あ、あれがそうなんだ。いやー、なかなかね、迫力のある滝でしたけど、ちょっと遠かったね。ていうかさ、これほら、木くずだよ、木くず。これあれじゃん、ウッドチップだよね、これ。なんかさ、ふかふかですんごい歩きやすい。ずっとね、あの滝沿いを下ってきたんで、ちょっと膝がガクガク言ってきた頃なんで、いいですね、本当に足に優しくて気持ちいいです、歩いてて。お、ここはね、あ、合流したよ。あ、ほら、ミニ森林か。あの、登るときはね、こっち行きましたね。で、こっちに戻ってきました。よし、じゃあ駐車場戻りましょう。まあ、朝ね、ここ通ったときはもう7時ちょい過ぎぐらいだったんで、あんまり人いなかったんだけど、やっぱ都民の森だね。まあ、来るわ来るわで、ね、大勢の人が来てました。まあ、多分ね、全員都民じゃないと思うんだよね。俺みたいなあの県民もいると思うんだけど、まあ、本当にね、都民の皆様の施設がね、もうありがたく使わせていただきましたんで、本当にありがとうございました。じゃあ、あと駐車場すぐそこなんで、戻りましょう。ねえねえねえ、何、水戸さん良かったね。うん、良かったね。うん、二藤さんって言えばさ、何、お父さんだよね。何それ。まあほら、三藤さんで思いついたんだね。三藤さん、三藤さん、三藤さん、お父さん、お父さん、お父さん。いや、ほら、お父さんって言えばさ、明日ほら、父の日だから。うん、ね、今日6月15、うん、で明日6月16だからさ、うん、まあ、父の日だからさ、うん、あ、父の日だって。だからまあ、うちの親父に何、うん、か買っていこうかなと思います。はい、とてもいいことだね。はい、はい、まあ、つってもね、あの、俺もお父さんなんだけど、俺何ももらったことないんだけど。はい、ということでございましてね、今日はね、三藤さん、もうすごいいい山でしたね。うん、また来たいと思います。はい、動画最後までご視聴ありがとうございました。カババでした。